平井海一郎は、京都府中郡大宮町出身の実業家、日根社長、会長、立命館大学、平井海一郎記念図書館1940年、立命館大学法学部を卒業。1951年、経営難に陥っていた、関西任意制作所に経営者として入り、1957年に社長就任。1961年に社名を、 日本コンデンサ工業株式会社に変更。その後会長に就任し、現在の日コンの事実上の創業者として、会社の礎を築いた。2001年1月20日に93歳で亡くなった。2009年には、故郷の京丹後市大宮町にある京丹後市立大宮図書室に、平井海一郎財団からの寄付によって、平井海一郎文庫が設置された。その後も、 平井海一郎財団は、大宮図書室への寄付を続けており、2019年1月時点で、寄付金をもとにした、購入冊数は2730冊に上る。2013年1月17日、母校立命館大学への長年の寄与を称えられ、学校法人立命館より、名誉監品の称号を夫人と共に授与された。夫人は、夫の意志を継ぎ、2006年に、 立命館大学法学研究科、法務研究科の学生らを支援する目的で、平井海一郎研究奨励賞を設置するなどしたほか、2016年に木野笠キャンパスに竣工した平井海一郎記念図書館の建設費用の大部分を寄付した。ありがとうございます。